第三次奴隷戦争は、紀元前73年から紀元前71年にかけて、共和制ローマ期にイタリア半島で起きたローマ軍と検討し、奴隷による戦争である。3度の奴隷戦争の中で最後にして、最大規模のものであった。検討しらの指導者、スパルタクスの名にちなんで、スパルタクスの反乱、または、スパルタクスの乱とも呼ばれる。 紀元前73年から71年にかけて、カプアの養成所を脱走したおよそ70人の、検討士奴隷の集団は、最終的にはスパルタクスを指導者とする男性、女性そして、子供を含む、約12万人の軍に膨れ上がり、イタリア各地を放浪し、襲撃した。この奴隷集団は驚くべき、戦闘力を発揮し、差し向けられた地方の討伐隊。 ローマ軍の民兵そして失政官の率いる軍団をことごとく撃退した。歴史カップルタルコスは逃亡奴隷たちは主人の手から逃れてガリア・キサルピナからアルプス山脈を越えて故郷へ帰ることを望んでいたとし、これに対してアッピアノスやフロルスは検討士や奴隷の目標はローマ新軍であったとしている。ローマの元老院は 奴隷集団に対する連戦連敗と略奪行為に危機感を持ち、最終的には発酵軍団をも動員し、その指揮権を厳格かつ有能な、マルクスリキニウスクラススに委ねた。紀元前71年、スパルタクスの奴隷軍は、クラススの軍団によって、イタリア半島最南端のカラブリアに封じ込められた。元老院が増援としてポンペウスと、 ルクルスの軍団を送り込んだことを知ったスパルタクスは、残る全兵力を結集して、クラッススに決戦を挑み、敗れて全滅した。この反乱を包括的に記した古典資料には、プルタルコスの大飛列伝とアッピアノスのローマの歴史があり、フロルス、フロンティヌス、リウィウスそしてサルスティウスの著作にも、この戦争に関する記述がある。第三次奴隷戦争は、 近世以降に、ボルテールや、カール・マルクスそしてウラジミール・レーニンといった思想家、革命家から正しい戦争と評価され、指導者のスパルタクスは、抑圧から解放を求める労働者階級の英雄とみなされるようになった。共和制ローマの領土拡大期限前3世紀後半に、イタリア半島を統一したローマの勢いは、紀元前2世紀に入っても止まるところを知らず、 領土拡大のための対外戦争に邁進していった。北アフリカでは、第三次ポエニ戦争、ギリシアでのマケドニア戦争、小アジアでは、ミトリダテス戦争、シリアを治めるセレウコス朝とのローマシリア戦争、ヒスパニアでのヌマンティア戦争などその戦域は広がる、一方でありかつ長期に及んだ。各地に派遣されたローマ軍の中核は、重層不評であり、その担い手は、 ローマ市民権を持ったローマ市民たちであった。同時に、彼らはそれまでの国家の経済的基盤というべき、中小の自作農民でもあったが、このような従軍の連続によって、農業を続けることができず、徐々に土地を手放さざるを得なくなっていく。元老院階級やエクイテスを中心とするローマの富裕層はこれらの土地を吸収して確固とした大土地所有性を築き上げていった。 クラウディウス法の規定により対外戦争で得た資本の商業活動への投資を禁じられていた元老院議員は、それに代わる投資先としてカンパニアなどのイタリア半島中部の土地を選択するようになる。またエクイテスは元老院議員階級に次ぐ資力を持ち、法規定に縛られずに商業活動を活発に行いつつも投資先としては、やはり伝統的かつ安全な郊外の農地を選ぶ。 傾向があった。彼らは安価な労働力として、ローマが征服したガリア、ゲルマニア、トラキアなどの地から大量の奴隷を輸入し、ラティフンディウムと呼ばれる大土地所有制を急速に発展させた。首輪をかけられ、ローマ兵に連行される、戦争法了。彼らは奴隷市場で売られる運命にあった。古代ローマの歴史を通じて、安価な労働力として、 奴隷の存在は経済の重要な要素であり続けた。奴隷は外国商人との売買そして征服した地域の住民の奴隷化といった様々な手段を通じてローマの労働力に組み込まれていた。これらの奴隷の一部は召使いや職人そして個人的な従者として用いられたが、奴隷の大部分は鉱山そしてシチリアや南イタリアの大農場で刺激された。 共和制ローマ時代の奴隷は過酷かつ抑圧的に扱われた。ローマの法律では奴隷は人間ではなく財産とみなされていた。所有者は自らの奴隷を法的制約を受けることなく虐待し、傷つけそして殺すことができた。奴隷には様々な階層や形態があったが、最も低くそして数の多い階層である農場や、 鉱山の奴隷は過酷な肉体労働を生涯に渡って強いられた。抑圧的に扱われる奴隷たちが特定の場所で集中して使役されていたことにより反乱が引き起こされた。紀元前135年に第一次奴隷戦争が、紀元前104年には第二次奴隷戦争がシチリアで勃発した。反乱を起こした少数の奴隷のもとに、 ローマの奴隷としての過酷な生活から逃れようとする者たちが集まり数万人規模にまで膨れ上がっている。元老院がこれを深刻な騒乱であるとみなし、鎮圧に数年を要したにもかかわらず、依然として彼らは奴隷の反乱を共和国に対する深刻な脅威であるとは考えていなかった。イタリア本土では奴隷の反乱は起こっておらず、奴隷がローマ史自体に対する 潜在的な脅威であるとも思われていなかった。この認識は、第三次奴隷戦争の勃発によって一変することになる。剣闘士のモザイク、ボルゲーゼ美術館像、紀元前一世紀の共和制、ローマでは剣闘士試合は最も人気のある娯楽の一つであった。試合に出場する剣闘士を供給するために、イタリア各地に剣闘士要請書が作られた。これらの要請書では、 戦争捕虜や奴隷市場で売買されたものそして志願した自由民が剣闘士として闘技場で戦うための技術を教え込まれていた強い剣闘士は富と名声を得られ工業士も大金を稼げたが一方で当時のローマ社会では剣闘士は奴隷の中でも最下等のものとされ工業士は売春宿の主人と同じ専業とみなされていた剣闘士は 試合に敗れても除名されるケースが多く必ずしも殺されるわけではなかったが、幾度もの試合を生き延びて自由を得られる者は少数であり、過酷な境遇であることに変わりはなかった。カプアの円形闘技場遺跡。反乱の指導者となったスパルタクスはトラキア人の検討指導例でカンパニア地方のカプアにあるレントルスバティアトゥス所有の検討士養成所に属していた。 スパルタクスの出自についてプルタルコスはトラキアのマイドイ族出身とし、アッピアノスは元はローマ軍団の補助兵であったが、捕虜となって売られ剣討士になったトラキア人であると伝えている。フロルスはより詳細にトラキアのメディ族出身、ミトリダテス戦争にてポントス王国側の傭兵として参戦。メディ族がローマと交和して、あとはローマの補助兵となったものの、 反ローマ闘争に身を投じた。やがて、ローマ軍の捕虜となり、奴隷として売られて、カプアの検討士養成所に入ったと述べている。近代の歴史家モブゼンは、ボスポラス王国のトラキア系王家の子孫とする説を唱えている。スパルタクスの出身については、資料の述べるトラキアとは、民族ではなく、彼が訓練された検討士のスタイルのことではないかとする異論もある。 紀元前一世紀頃の南イタリアのカンパニア地方は、遣唐使工業が盛んな土地であり、最古の遣唐使養成所はカプアにあったと考えられる。このカプアのバティアトゥス養成所には、ガリア人とトラケア人の遣唐使が多く所属していたが、工業士は無理に彼らを一つどころに押し込めていた。紀元前73年、遣唐使、奴隷200人が脱走を計画した。 密告によって計画が漏れると、およそ70人の奴隷が、厨房の調理道具を武器に養成所を脱走し、さらに通りがかった、数台の馬車から検討し用の武器と鎧も手に入れた。逃亡して自由になった、検討士たちは、スパルタクスと二人のガリア人、クリクススとオエのマウスを指導者に選んだ。逃亡した奴隷たちは、カプアから派遣された、討伐隊を撃退し、不名誉と考える、 剣道士の武器を捨てて、手に入れた軍隊の武器を装備した。養成所脱走直後の動向については資料によって移動があるが、逃亡した剣道士の集団がカプア周辺を略奪し、そこの奴隷たちを仲間に加え、ウェスウィウス山に立てこもったという点ではおおよそ一致している。放棄と襲撃が起こったカンパニアは、ローマの資産家や有力者の休養地であり、ここには、 多数の別邸が所在しており、反乱はすぐに、ローマ政府の注目を受けることとなった。当初、この反乱は武装放棄ではなく、大規模な治安の悪化とみなされていた。検討したちが立てこもった、ベスビウスさんしかしながら、この年の後半にはローマは、反乱を鎮圧すべく法務官の率いる討伐軍を派遣した。法務官、ガイウス・クラウディウス・グラベルは3000人の兵士を、 集めたが、これは、軍団兵ではなく、大急ぎかつ適当に徴収された民兵であり、ローマ人たちはこれは戦争ではなく、盗賊の襲撃の、類とみなしていた。グラベルの兵は、ウェスウィウスさんの奴隷軍を包囲し、山へと通じる唯一の道を閉鎖した。奴隷軍を閉じ込められると考えたグラベルは、上に苦しんだ奴隷たちが降伏するのを待った。奴隷たちは、 軍事訓練を受けてはいなかったが、スパルタクスの兵たちは手に入る資材を活用する、創意工夫を示し、訓練されたローマ軍に対して知恵を絞った奇策を用いて対した。グラベルの包囲作戦に対して、スパルタクスの部下たちは、ウェスウィウスさんの斜面に生育するツタやアキ木を用いて、縄やはしごを作り、これらの道具を用いて、グラベル軍の背後の崖を降りた。 彼らは、ウェスウィウスの麓を回って、グラベル軍の背後を突き、これを殲滅した。法務官、プブリウス・ウアリニース率いる、第二の討伐軍がスパルタクスに対して差し向けられた。何らかの理由により、ウアリニースは、軍を、部下のフーリウスとコッシニースの部隊に分けていた。プルタルコスは、フーリウスの兵を三千としているが、それ以外の部隊の兵力、討伐軍が、 正規の軍団兵なのか民兵なのは明らかではない。今度の討伐軍も奴隷軍によって撃破され、コッシニュースは戦死し、ウアディニュースは囚われかけており、ローマ軍の装備は奴隷軍に奪われた。これらの勝利により、この地方の牧人奴隷をはじめとするより、多くの奴隷たちがスパルタクスの軍に参集し、奴隷軍は約7万人まで膨れ上がった。反乱奴隷は、 紀元前73年から72年にかけての冬を、新兵たちの訓練と武装化に費やし、ノーラ、ノチェーラ、トゥリそしてメタポンティムにまで襲撃範囲を広げた。反乱奴隷の側も全くの無傷ではなかった。反乱初期のいずれかの時点で指導者の一人の応援の、マウスがおそらくは戦死しており、彼の名は諸資料では言及されなくなる。スパルタクス像、ドニフォーアティエス作。 1830年、ルーブル美術館スパルタクスを指導者とする反乱軍の規模は古典資料によって移動があるが、南イタリア製圧から半島北上の前世紀には12万人から20万人、壊滅する最終局面では30万人以上に達したと推定されている。その構成は古典資料からは検討し、牧人奴隷、脱走奴隷、手工業奴隷に加えて、 デ爆からの自由人、サムニウムからの仮想民、寄せ集めそしてローマ軍団からの逃亡者の存在が伺える。このうち農業奴隷が人数的には大部分を占めていたと推定され、またスパルタクスは後になってローマ軍団からの逃亡者の受け入れを止めている。民族的にはゲルマン人、ケルト人、スコルディスキ、トラキア人そしてイタリア人が存在し、その他に ローマ人の奴隷になっていたギリシャ・シリアの東方奴隷、ヒスパニア、アフリカ出身の奴隷については古典資料では言及がない。アッピアノスは反乱軍の軍旗が厳正であったことを伝えており、スパルタクスは略奪品を平等に分配し、金銀の個人的な所有を禁じたという。また、サルスティウスによれば、スパルタクスは無用な暴行と略奪といった。 逸脱行為を禁じたという反乱軍の目的について、アッピアノスやフロヌスは、ローマ神軍にあったとしているが、これはおそらくは、当時のローマ市民が抱いた恐怖を反映したものであり、仮にそう考えていたとしても、この目標は反乱の後半には放棄されている。プルタルコスはスパルタクスは、ガリア・キサルピナにまで北上して、彼の仲間たちを故郷へ返すことを望んでいただけで、 あったと述べている。ドイツのモムゼンやソ連の AW ミシューリンをはじめと、する近現代の多くの研究者が、アルプス山脈を越えて、自由を得ようと主張するスパルタクス派と、南イタリアに泊まり略奪を続けようと主張するクリクスス派とに逃亡奴隷たちが分裂したとしている。逃亡奴隷の一部がアルプスを越えて脱出するよりも、イタリアを略奪することを望んでいたと、プルタルコスも述べており、 紀元前1世紀の歴史家サルスティウスの著作には、クリクス派の人々は、敵に向かって進み、戦うことを欲したとの記述があり、分裂が発生したこと自体は、古典資料と矛盾はしないが、これを支持する直接的な資料は存在しない。第二次世界大戦後になって、これまで通説となっていたスパルタクスと、クリクスとの不合コール不統一による分裂は、存在せず、 地域の分担による別行動だったとする説が提起されている。この時期のローマは、西方のヒスパニアでは、セルトリウスの反乱が、紀元前77年から続いており、紀元前73年にはこれに交往する形で、東方のポントスを見取り立てす六世との戦争が、再開していた。東地中海では、クレタの海賊が跋扈して、ローマの補給路を脅かしており、 この危機の最中に、イタリア本土で検討士や奴隷による放棄が発生した。紀元前72年、逃亡奴隷たちは、東映地を出発し、ガリア・キサルピナに向けて北上した。反乱軍の規模とグラベル及び上りニュース量、法務官の敗北に危機感を持った、元老院はその年の失政官であったレントルスと、ゲッリウスの率いるローマ軍団を派遣した。ゲッリウスの軍団は、 ガルガヌス山毒でクリクススの率いていた反乱軍3万と戦った。この戦いについては、サルスティウスの著作エストリーに若干の記述があり、数に劣るゲッリウスの軍団は高地に2列の戦列を組んで敵を待ち構え、クリクススがこれを攻撃したという。結果は、ゲッリウスの対象に終わり、クリクススを含む反乱兵の3分の2が殺された。この戦いには後に、 カエサルの性敵となる若き昇華党も従軍しており、戦勝を喜んだゲッリウスは、武将の昇華党にも報奨を与えようとしたが、彼はこれを誇示したという。この時点以降、クラッススが登場するまでの期間の経過は、古典資料によって内容が大きく異なっている。現存する包括的な内容のアッピアノスとピルタルコスの史書の伝える経過の詳細は大きく異なっている。 しかしながら、一方が他方と直接矛盾するものでもなく、異なる出来事が記述され、他の資料に書かれている出来事が無視されていたり、逆に他にはない出来事が記述されてもいる。ローマ軍団兵アピアノスによると、カルガヌス山毒でのゲッリウスの軍団とクリクススの兵との戦いは、スパルタクス軍によるローマへの直接攻撃にも至りかねなかった。 長く複雑な軍事行動の始まりであった。クリクスに勝利したゲッリウスは北方に進軍し、ガリア・キサルピナへと向かうスパルタクスの軍を追跡した。レントゥルスの軍団はスパルタクスの進路を遮るように布陣し、両シス政官の軍は反乱奴隷を挟み撃ちにしようと企てた。レントゥルスの軍団と衝突したスパルタクス軍はこれを撃破し、ついで転身して、 ゲッリウスの軍団も打ちまかし、ローマの軍団兵は3を生み出して敗走した。アッピアノスの伝えるところによれば、スパルタクスは戦死したクリクシスの報復として、ローマ兵捕虜300人を検討士とし、死に至るまで戦わせたという。共和制ローマの時代、検討士試合の開催は死者を弔う名誉ある行為であった。フロルスの師匠は、彼は戦場に倒れた彼の部下たちの葬儀を、 ローマの将軍の形式で取り行うことを祝い、捕虜たちに戦うよう命じたと述べている。この勝利の後に、スパルタクスは約12万人の逃亡奴隷集団と共に北に進み、できるだけ早く進めるように不要な物資を焼却し、捕虜は殺害し、荷物を運ぶ動物は土殺した。敗北した失勢官軍はローマに戻って再編成を行い、 この間にスパルタクスは北へと向かっていた。両子政官軍は、ピセノムのいずれかの場所で、スパルタクスと再戦するが、またも敗れた。アッピアノスはこの時点で、スパルタクスが、ローマ神軍へと、心変わりしたと述べているが、全軍の武装化が完了せず、彼の側に着く年もなく、奴隷や逃亡者そして仮想民ばかりの状態であり、スパルタクス自身は未だこのような戦いを行う。 準備は整ってはいないと考え、再び南イタリアに戻ることに決めた。反乱軍はトゥリの町と周辺の村落を占領し、武装化と周辺地域の略奪を行い、そして商人を介して略奪品を武器を製造するための銅や鉄と交換した。反乱軍はローマ軍としばしば衝突し、常にこれを打ちまかした。プルタルコスは アッピアノスのそれとは大きく異なる経過を述べている。プルタルコスの伝えるところによると、ガルガヌス山毒でのゲッリウスの軍団とクリクスの兵との戦いの後、スパルタクスの兵はレントゥルスの軍団と戦って、これを撃破し、補給品と装備を手に入れると、北、イタリアへと前進した。この敗北の後、両子政官は元老院によって指揮権を取り上げられ、 ローマに召喚された。プルタルコスは、スパルタクスとゲッリウスの軍団との戦いアッピスヌームでの両子政官軍との戦いについて何も言及していない。プルタルコスは、アッピアノスが伝えていない戦いについて記述している。プルタルコスによれば北上したスパルタクスの軍は、ムティナに至った。ここで、ガリア・キサルピナ属州総督。 ガイウスカッシウスロンギヌスの率いる1万人のローマ兵がスパルタクスの前進を阻もうとして撃破されている。これ以降、プルタルコスの司書には、紀元前71年春のクラッススとスパルタクスとの初戦までの期間の記述はなく、アッピアノスの伝えるローマへの進軍やアトゥリエへの退却の話は省略されている。アルプス山脈。スパルタクスの反乱軍は、 アルプス越えを止めなんかしたが、その理由は明らかではない。スパルタクスの目的であったはずのアルプス越えが、なぜ実行されなかったのか、プルタルコスは何も説明していない。2世紀の歴史家フロルスは、勝利に奢ったスパルタクスが、ローマ神軍を企てたと述べている。モムゼンをはじめとする近現代の歴史学者たちの多くは、半島内を略奪して回ることを望む周囲の、 圧力にスパルタクスが屈したとしている。ソ連の研究者 AW ・ミシュリンは、反乱軍内の意見の不一致、アルプス語への困難さ、そして北、イタリアでは、奴隷経済が発展しておらずの現地の自作能の抵抗があったことに最難化の原因を求めた。反乱軍内に不一致はなく、スパルタクス自身がローマ新軍に積極的に同意したとする主張もある。これらに対して、 ポーランドのカミエニックや日本のドイマサオキは、ガリア・キサルピナ到達が予定よりも遅れて、秋になり、ポー側が氾濫してとかが混乱になった上に、冬の到来も相まって、女子供を含んだ王女帯での冬のアルプス越えは、不可能だと判断したとする災難下の原因を、地理的要因に求める説を唱えている。その他には、故郷トラキアでの戦争が、 ローマの勝利に終わったことにより、古国機関を放棄したとする外適要因説があり、さらには、この反乱は、奴隷ではなく、自由農民が主体であったと主張する研究者は、アルプス越え自体が目的ではなかったとしている。いずれにせよ、数万人に上る逃亡奴隷の集団は進路を反転し、食料を得やすい南へと向かった。紀元前72年の出来事について、 古典資料の内容は移動があるが、紀元前71年前半の時点で、スパルタクスとその逃亡奴隷集団が南イタリアに所在していたという点ではおおよそ一致する。マルクスリキニウスクラスス紀元前71年の失政官に選挙されたレントルススラトオレステスは、軍事的に無能な人物であり、代わりに反乱軍鎮圧の責任を負わされる。 ロームの選挙に誰も立候補しようとしない事態に陥っていた。元老院は、イタリア本土で起こった抑止しえない判断に恐れをなし、判断鎮圧の任を、マルクスリキニウスクラススに委ねることにした。クラッススは、ローマの政界においてすでに名をなした人物であり、軍事面でも、紀元前82年にスッラとマリウスとの間で、起こった内乱の際に、野戦軍を指揮しており、 独裁官時代のスッラに従っていた。法務官に選出されたクラッススには、プロコンスルとして、最高司令官の地位を与えられて、レントゥルストゲリウスの両前失勢官の軍団に、加えて新たに6個軍団が配され、彼の軍隊は、訓練を受けたローマ兵4万から5万となった。クラッススは、自らの軍団兵に厳格かつ残忍な規律を加え、十分の 1K を復活させた。 アッピアノスは、全湿性間の二個軍団の指揮権をクラッススが、引き継いだ際に、彼らの臆病を責めてこの刑を課したのか、その後の敗戦の際に全軍団に対して課したのか、明らかにしていないが、4000人以上の軍団兵が処刑されたとしている。これに対してプルタルコスは、スパルタクスとの最初の交戦となった副将ムンミウスの指揮下での敗北に際して1個不評体の50人の、 軍団兵にこの刑を課したとしている。実際はいずれかだったかはともかく、クラッススが軍団兵にこの扱いをなした目的は、兵たちにとって彼が敵よりも危険であると思わせることであり、指揮官によって不名誉な死にどころされる危険にさらされるよりはと、勝利に向かって借り立てることであった。スパルタクスの軍勢が再び北上し始めると、クラッススは、 地方の境界に6個軍団を配置させ、そして副将のムンミウスが指揮する2個軍団をスパルタクスの背後に回り込ませたが、彼らには反乱軍と交戦せぬよう命じていた。だが、いざ反乱軍を前にするとムンミウスは命令に従わずにスパルタクスと戦い、そして敗走した。この失敗にもかかわらず、クラッススはスパルタクスと戦って打ち破り、反乱兵6000人を殺害した。 戦争の潮目が変わり始めた。クラッススの軍団はいくつかの戦闘で勝利して、数千人の反乱奴隷を殺し、スパルタクスを南へと交代させ、ルカニア地方を通り、メッサナ海峡対岸部、イタリア半島最南端のカラブリア地方の都市、レギウムにまで追い込んだ。プルタルコスによれば、スパルタクスは、キリキア海賊と2000人の兵士を、シキリア島へ運ぶ取引を行い、この地で、 再び奴隷の反乱を起こさせ増援を得ることを図ったという。だが、海賊たちは彼を裏切り、報酬を受け取ったにもかかわらず、反乱奴隷を見捨てて姿を現さなかった。いくつかの資料によれば、反乱奴隷が脱出のためのいかだを作ろうとしたが、クラッススは何らかの手段によって、これを妨害して海峡を越えさせなかったため、反乱奴隷たちは諦めたという。 スパルダクスの軍はレギウムへと退却した。クラッススの軍団はこれを追撃し、地境にまたがる頂上を建設し始め、阻止しようとする反乱奴隷への襲撃を撃退して、完成させた。反乱軍は包囲され、補給を断たれた。この頃、ヒスパニアでのセルトリウスの反乱を鎮圧したポンペウスがイタリアに帰還した。クラッスが増援を要請したのか、 単に元老院がちょうど帰還していたポンペイウスを判断鎮圧に活用することに決めたのかは、資料によって異なるが、いずれにせよポンペイウスは、ローマに立ち寄らずクラッススを援護するために南化するよう、命ぜられた。元老院はまたるカラス指揮下の増援を派遣しており、アッピアノスは誤ってこの人物を当時、第3次、ミトリガテス戦争を戦っていたルキュスリキニウス、ルクルスとしたが、 どうやら実際には、マケドニア属州長官のマルクス・テレンティウスは、ウアのルクルスであり、彼は、前者の弟であった。ポンペウスの軍団が南化し、ルクルスの軍団もブルンディジウムに上陸すると、クラッススは、迅速に反乱を打ち合つせねば、勝利の栄誉は、増援軍の将軍たちのものになりかねないと、焦り、軍団兵たちに早急に反乱を終わらせるよう、借り立てた。 スパルタクスの最後、ニーコロサネ氏が19世紀、ポンペイウスの接近を知ったスパルタクスは、ローマ軍の増援部隊が到着する前に戦いを終わらせようとクラッススとの交渉を試みた。クラッススがこれを拒否するとスパルタクス軍の一部が包囲網を突破して、ブルティウム地方のペテリア西部の山岳地帯に逃れようとし、クラッススの軍団がこれを追撃した。軍団は、 反乱軍本体から分離したガンニクスとカストスが率いる集団の捕捉に成功し、反乱奴隷は勇敢に戦ったが12,300人が殺されて全滅した。クラススの軍団も無傷ではなかった。反乱軍を追撃していた、騎兵隊長のクイントクスと財務官スクローファスの率いる部隊がスパルタクスに迎え撃たれ改装している。本職の兵士ではない反乱奴隷は限界に。 達していた。彼らはこれ以上逃げ回ることを望まず、一部の集団が本体から離脱して勝手にクラッススの軍団に攻撃をかけた。統制が失われたと知ったスパルタクスは軍勢を反転させて全兵力を集結し、迫り来るクラッススの軍団を迎え撃った。シラルス川の戦いと呼ばれる最後の戦いが行われた。 堀を巡らせて待ち構えるクラッススの軍団に対して、スパルタクスは、勝てば、馬はいくらでも手に入る。負ければ、もう必要ないと言い放って、自らの馬を殺し、不評として戦った。スパルタクスは、自らの手で、クラッススを打ち取ろうと突進し、小隊長二人を殺す奮戦をしたが、結局、反乱軍は殲滅され、大部分の者たちが、戦場に倒れた。 この戦いで、スパルタクスも戦死したが、彼の死体は見つからなかった。こうして検討し及び、奴隷の軍はクラススによって壊滅させられた。ポンペイウスの軍は、スパルタクスの軍と直接交戦することはなかったが、南化した彼の軍団は、戦場から逃げ出した、反乱兵5000人を捕らえることができ、捕虜は全員虐殺された。この行為の後、ポンペイウスは、 元老院に休死を送り、クラッススは確かに野戦で、奴隷たちを制圧したが、この反乱を終わらせたのは自分であると言わせて、栄誉の大部分を要求し、クラッススとの対立を深めることになった。反乱奴隷の大部分は戦場で命を落としたが、6000人がクラッススに捕らえられ、ローマからカプアに至るアッピア街道沿いに十字架に、貼り付けにされた。スパルタクスの受け入るイス。 エルネスト・バリアス作、1871年、パリ、チュイルリー公園、ポンペイウスとクラッススの二人共に、この反乱の鎮圧による政治的利益を獲得した。クラッススとポンペイウスは、軍団兵と共に、ローマへ帰還したが、彼らは兵を解散することを拒否し、市外で野営させた。彼らは、紀元前70年度の執政官に立候補したものの、ポンペイウスは、 資格年齢に達していない上に、財務官も法務官も経験したことがなかった。それにもかかわらず、彼らは紀元前70年度の失政官に選出され、その理由の一般は市外に野営する軍団兵の無言の圧力であった。紀元前71年末にポンペイウスは、ヒスパニアの反乱鎮圧の功績により、外戦式の挙行を許された一方で、 クラッススによる奴隷反乱の鎮圧の功績は低いものとされ、小規模な外戦式の挙行しか許されなかった。後に、ガイウス・ユリウス・カイサルが対等するようになると、ポンペイウス、クラッススは、カイサルと第一回三党政治を組んでいる。奴隷に対する、ローマ人の態度やローマ社会の奴隷制度自体に、対する第三次奴隷戦争の影響を押し計ることは、簡単ではない。 確かに、この反乱は、ローマ人を萎縮させ純然たる恐怖により、彼らは奴隷たちを以前よりは過酷に扱わなくなった。ローマ人奴隷所有者層の中には、これまでの集奪一辺倒では危険であると考え、監督を強化する一方で、労働意欲を増させるために奴隷に財産の一部を与え、再退を許して、家族をなさしめる動きが出るようになった。 裕福なラティフンディウムの所有者たちは、農業奴隷の人数を減らし、膨大な人数がいる土地を失った、自由民とおざく契約を結ぶようになった。当戦争から一世代近くの年月が経過した、紀元前52年に、カエサルのガリア戦争が終結してから後、ローマによる大規模な征服戦争の勝利は、トライアヌステーマで後を絶ち、軍事的征服を通じた。 安価の奴隷労働力の大量流入も止まった。比較的に平和な時代には大農場における自由民の雇用がより一層に促された。奴隷たちにも財産を蓄えて自由を得てコロノスになる道が開かれるようになった。ローマ社会における奴隷の法的地位と権利も変化し始めた。クラウディウス帝の時代に老人及び子供の奴隷を殺すことは殺人とみなし。 このような奴隷を捨てた場合は彼らは自由民になったと、みなす法令が制定された。アントニヌスピューステの時代には、奴隷の権利が拡大され、所有者は奴隷殺害の責任を負い、また奴隷は虐待されていると中立の第三者機関に申し立てることができ、認められれば他者に売却されることになった。これらの変化を第三次奴隷戦争の直接的な結果とするには、 時代が違いすぎるが、これらは数世代にわたって奴隷の法的条件とローマ社会の奴隷に対する態度が変化してきた現れであった。ローマ社会における奴隷の使用と法的権利の変化へのこの反乱の影響のほどを押し量ることは困難である。奴隷戦争の終結は、ローマ社会の奴隷使用の最盛期の終わり、及び社会と法における奴隷に対する 新しい認識の始まりの時期と一致していると見受けられている。第三次奴隷戦争は一連の奴隷戦争の最後のもので、これ以降、ローマではこのような大規模な奴隷反乱が起こることはなくなった。キケロ資料が現存している、共和世紀、帝世紀のローマの歴史家や政治家たちは、スパルタクスの放棄を癒やしい奴隷とその中でも、イカ等の検討士が引き起こした騒乱とみなした。 同時代の政治家キケロは、この反乱を、最も恐ろしい戦争と形容し、これを鎮圧して、共和国の危機を救ったものとして、ポンペイウスを称賛した。低世紀初頭の詩人、ホラテウスや、歴史家パテルクルスも国家に、重大な危機を与えたと評価している。後にキケロはスパルタクスを、盗賊団の首領と呼び、性敵となったアントニウスをスパルタクスになぞらえて悪場、死。 彼を検討しだともいい。一方、アントニウスも、オクタヴィアヌスをスパルタクスになぞらえて避難している。スパルタクスの名は、ハンニバルと並ぶ、ローマの敵とみなされ、大人たちは、言うことを聞かない子供に、スパルタクスが来るぞと脅したという。帝政末期の神学者アウグスティヌスは、スパルタクスの反乱を、最下とし、異教的ローマに対する神の警告であったと説いた。 同時代に近い歴史家サルスティウスとリウィウスは、その著作で、第3次奴隷戦争について、相当の分量で叙述したが、断片しか現存しておらず、完全な記述が残ったのは、プルタルコスの大比列伝とアッピアノスのローマの歴史のみであり、その他のフロルス、フロンティヌス、オロシウスなどの著作の断片を合わせても、この反乱に関する記述量は40005以下に過ぎない。 ローマ人にとってスパルタクスはローマの秩序を脅かし、そして打ち滅ぼされた敵であり、彼を大義のために戦った英雄として扱うような古代の著作は存在しなかった。スパルタクスを高く評価したカール・マルクス。スパルタクスに対する再評価を行った最初の人物は近世啓蒙主義時代の思想家ボルテールであると見られている。ボルテールは スパルタクスの放棄を不当な抑圧者に対する武力闘争であったとして歴史上唯一の正しい戦争であったと評価した。18世紀頃から長らく忘却されていたスパルタクスの名が再び想起され始め、1760年にこの反乱を初めて題材にした文芸作品であるソランの悲劇、スパルタクスがパリの劇場で上演された。 啓蒙主義的なドイツの文学者レッシングはスパルタクスを高く評価して私の英雄と呼んだ。18世紀末にカリブ海のフランス植民地でアフリカ人奴隷の放棄が起こりアフリカ大陸以外では初の黒人国家が成立した。この配置革命を指導したトゥーサン・ルーベルチュールは黒いスパルタクスと称された。この一方で否定的な見解もあり、 ドイツ関連論を代表する哲学者ヘーゲルは第三次奴隷戦争を混乱と評価し歴史家モムゼンはスパルタクスを盗賊の首領と呼んでいる。資本論の著者で科学的社会主義の創始者となったカール・マルクスは最も尊敬する歴史上の人物としてスパルタクスの名を挙げエンゲルスへの書簡でスパルタクスを全古代史の中で最も素晴らしい人物 ガリバルディも比べ物にならない偉大な将軍、高潔な人格と絶賛し、古代プロレタリアートの真の代表者と評した。近代以降、スパルタクスの名は、解放を求める労働者階級の象徴となり、社会主義者、共産主義者の偶像的存在となっていった。スパルタクスの名は統一運動が進められていた、イタリアでも想起され、ガリバルディの下で、 統一戦争を戦ったラファエル・ジョバニオリは英雄小説スパルタクスを表しガリバルディがその序文を寄稿しているアメリカ合衆国の奴隷解放運動やチェコの民族運動の中でも彼の名が想起され古代貧民を表したアメリカの歴史学者ワードは抵抗することは悪ではないと労働者階級に訴えているスパルタクス団の放棄 1919年1月第1次世界大戦中に反戦運動を展開したドイツ社会民主党左派のカールリープクネヒトとローザルクセンブルクは大衆に向けた帰還し政治的所管にスパルタクスと署名し彼らの政治結社はスパルタクス団と呼ばれたスパルタクス団はドイツ共産党に発展するが1919年に武装放棄に参加して壊滅し リープクネヒトトルクセンブルクは殺害されている。すべての社会の歴史は階級闘争の歴史であるとの主観を持つ共産主義陣営はスパルタクスの放棄をこれに組み込んでいった。10月革命でロシアにボリシェビキ権力を確立したレーニンはスパルタクスの放棄を抑圧された階級を擁護するために起こした正義の戦争であり、非難することのできない戦争であると語り、 非抑圧者が解放を求める最大の内乱であったと評価した。スターリン体制下のソビート連邦では知識人による研究が集中的に進められ、スパルタクスの放棄は抑圧階級である奴隷所有者と非抑圧階級である政治的に覚醒した奴隷との階級闘争であり、スパルタクスは支配階級を打倒しようとする革命闘争を行ったとされた。 古代社会の階級闘争の代表的研究者が AW ・ミシューリンであり、彼は1936年にマルクス主義に立脚した研究修正であるスパルタクス大奴隷反乱史概要をマイナスを交換し、第三次奴隷戦争の時期を奴隷革命の第一段階と定義し、スパルタクスを歴史におけるプロメテウスに否定している。ミシューリンはこの反乱は奴隷制と 奴隷所有者的、所有の廃棄を目指した階級闘争、解放闘争であり、この反乱に自らの弱体性を痛感させられた支配階層は奴隷所有者体制の堅持のために古い民主体制を除去して、カエサルの軍事独裁体制を減出させるに至ったと論じた。SL ウトチェンコがこの議論を引き継いで反乱の奴隷制社会に対する影響を指摘し、 反乱がより温和なコロヌス性への変化をもたらし、大奴隷反乱は最初の位置付きとなり、ローマの奴隷性経済に決定的な変革を招いた、と評価した。文化方面でも、第三次奴隷戦争が題材となり、1954年に霊人賞を受賞したバレエ作品、スパルタクスが制作された。これに対して、自由主義陣営のヨーゼフ・フォークトをはじめとする研究者たちは、 共産主義諸国のスパルタクス研究の欠陥を指摘するとともに古代のスパルタクスの放棄を現代の階級闘争に恣意的に利用するものだと批判した。西ドイツのフォークとはこの時期の一連の奴隷反乱を統一的な奴隷廃止運動であったとする解釈を批判し、個々の放棄は孤立的なものであり、個人の自由獲得が目的であって、 体制側も深刻な危機とは捉えなかったと論じ、ラファウアーはこれを発展させて、反乱の原因を共和制末期の奴隷人口の過度の密集に求めて、彼らは階級意識を持って振る舞ったのではなく、反乱は自然発生的なものであったと主張した。イデオロギー的士官から離れれば、スパルタクスが奴隷制度の廃止を目標に掲げて階級闘争を行ったとする。 古典資料によった証拠はなく、また古代社会において奴隷の存在は自命であったことに留意する必要がある。1970年代になってイスラエルの研究者ルービンゾーンはこの反乱を奴隷の反乱とする神話に疑問を呈し、反乱軍の主体は奴隷ではなく自由農民であったとする説を唱え、イタリアのレビア・グワリーノがこの説を補強して、 奴隷戦争ではなく、社会戦争であったと解釈している。日本では、土井正之が、中心的な研究者であり、共産権の研究者に近い立場であった。共産権で、スパルタクスが高く評価されたために、冷戦時代のアメリカでは逆に警戒されるようになり、赤狩りが吹き荒れていた1951年に、ハワード・ファストが表した小説、スパルタカスは、商業出版社から、 出版拒否をされ、自費出版を余儀なくされている。この小説はベストセラーになり、これを原作にした大作映画スパルタカスが1960年に公開され、脚本は赤狩りでハリウッドを追放されたダルトントランボが務めている。この映画はアカデミー賞4部門を受賞した。スパルタカスは冷戦終結後の民族解放運動でも偶像であり続けており、 サパティスタ民族解放軍の実質的指導者マルコス、副司令官は、あらゆる社会的不平等に抵抗する、者たちの象徴として、チェゲバラと共に、スパルタクスの名を挙げている。wrksatlacus.wrksatlivius.org o u r t i s <す>、Worksat the Internet Classics Archive。ありがとうございます。<three>